これ中心像ですけど、ちっちゃいの星ね。で右上見るとマジか、これ F1.4 ですよ。 200% で見てんだよ。あら、いや、なんか期待通りっていうか期待以上ですねこれね。はい、皆さんこんにちは。ホジラ写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。前回の動画でですね、こちらシグマの新商品のレンズ、20mm の F1.4 のレンズがすごく星の撮影向けですよと、 NPF ルールという、まあ、星を完全に点で撮るための方程式、いささか今までは無理があったんですけど、それが完全に実現しますよっていうようなことを説明しました。まあ、まだご覧いただいてない方はこちらの動画ぜひ見てみてください。でですね、今日はですね、この撮影ティップスというか、あの NPF ルールにこだわらずとも、いろいろね、このレンズを使うことで撮影の幅が広がるんですよ。まあ、それをご紹介したいです。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、では実際に、撮影した画像を見ていきましょうか。これですね、この間私が主催するワークショップがあったんですけども、そのワークショップの時に撮影した画像でございまして、ここに表示しているのがいろいろ撮影データを買いながら撮ったものですね。でまずこれパナソニックのカメラに限らずなんですけども、あるあるなんですけどね、こうやってフォトショップライトルームクラシックっていうソフトなんですけど、これに取り込んだ時になんか思ったより暗いって時ないです？でそういう時はですね、このここにあるこのアドビカラーっていうのがですね、結構悪さをしまして、なんかアドビさんが割り当てた色がですね、割り当てられてるんですよ。で私最初、シネライク D2 っていうですね、このパナソニックのカメラの中に入っているそのカラープロファイルというか、それを使って撮影してるんですが、このアドビカラーのところをクリックしていたりで参照やると出てきます。このカメラマッチングっていうところにね、入ってます。でこの中にシネライク D2 って私が撮影時に使ったやつがあって、これを設定すると、適正露出になりますっていうのが最初にあるんでね。だからあれ何この暗い写真ってなりがちなんですけど、まあガンマカーブというか、いろいろね、どこの色を持ち上げるかっていうような設定がそのカラープロファイル、ピクチャープロファイルみたいな感じだったりするので、まあ、こういうふうに割り当ててますよっていうのをまず最初にお話ししたいです。で、この間の、撮影じゃない、この間の動画で説明したのが、これですよね。感度12800。あ、これ 24mm のデータ見せちゃった。これちょっと周辺像ここにも映ってますけど、20mm と同じく 24mm もなかなか良かったです。素晴らしい F1.4 から使えるレンズでした。ちょっとついでのレビューで申し訳ないんですけど。で、F1.4 にしてシャッタースピード5秒でもう適正露出が出ちゃうよっていうね。まあそういう、お話をしました。ただこれってその NPF ルール、完全に点で撮りたいからこそ5秒で収めたいからこういう設定になってますけども、人によってはさ、もう多少星ずれてても動いててもそんなに気になりませんって人もいるわけですよ。例えばこのデータ20秒で撮影してるやつですけど、拡大してみるとこうやって星流れてますよね。ねえ、こんな 200% で拡大して流れてますっていうレベルなわけですよ。 100% でこういう感じで、まあ、これ気になる人ってやっぱりいるんですよ。これがみっともないって感じたりとか、これが嫌だから赤道儀で追尾するっていう人もいらっしゃるんですよね。でもそんなに気にならないって人もいるわけですよ。自分なんて赤道儀で追尾するから、風景部分、こういうシルエットのところだとね、特にそうですけど、こういう風景部分がちょっと動いたところでそんなに気にならないよっていう人もいるわけです。そういう人はF1.4 開放のまま感度下げれるんですよね。このデータを見てください。ほら、これなかなかないっていうか初めて見る数値ですよね。感度 3200F1.4 で20秒で適正露出が出てるんですよ。まあほぼ適正露出が出てるんですよ。通常は例えば感度6400とか感度8000で F2.8 で15秒20秒みたいな感じで適正露出が出るんですけども、 F1.4 が使えるってことは2段明るくなるんですよね。だから感度を2段落とせるんですよ。でこの写真の場合だと、最初12800
として設定しているので2段明るくなるってことは感度を2段下げれる6400、3200にできるっていうことなんですよ。で、まあ3200にすることで高感度ノイズも減るし、それから星の色とかそういうのも出やすくなるしね、ダイナミックレンジが広がるしっていうメリットが出てくるんですよ。ただ露出は20秒かけてるので、まあ細かい人は気になるなっていう感じの流れ方をしています。これ縦構図で撮ってるんでそんなこんなもんで済みますけど、横構図だともうちょっと周辺がね引っ張られたような感じでなると思います。その場合は赤道儀を使った方がいいんですけど、まあ、そういったことの別のアプローチの撮影ができるんですよね。で、周辺原稿が結構嫌だなっていう人はこれ F2.8 で撮影したものですよ。 F2.8 で撮影すればもう周辺原稿完全にもう改善された状態、ほぼない状態での撮影ができますので、結構ね周辺原稿してるところが色かぶりっていうかしたりするんだよね。そういうのが嫌な人は F2.8 まで絞って撮影すればいいですよね。この撮影データは12800で F2.8 で15秒っていう感じで撮影できています。あとまあちょうど中間撮って F1.4 から F2 になった瞬間に周辺原稿大幅に改善されたじゃないですか。だからそういう間を撮って F2 にして感度12800、 F210秒、もしくはこれをね6400に下げて露出を20秒にするとかっていうような撮影方法をやってもいいわけですよ。こんなね星の撮影にいろいろな設定のバリエーションが生まれることって今までなかったので、この F1.4 のこの 20mm の F1.4 ですね、シグマのレンズを使うことでこんなに恩恵があるんだなっていう、今までのレンズは F1.4 なんで使い物にならなかったですからね。まあ、そこが素晴らしいなと思います。だから私あの昔の経験で九州の阿蘇に撮影に行ったことがあったんですけど、そこで撮影した時にめちゃめちゃ空が暗すぎて全然露出足りなかったんですよ。 12800 F2.8 30秒でまだ露出あんだみたいな感じだったんですよね。だからもっと露出かけたいなっていう時があったので、このレンズ持ってもう一回阿蘇行きてえなって思いましたね。というわけでですね、今日はですね何かこう撮影チップスというか、この20mm の F1.4 を使うことで撮影の設定に結構広がりが出ますよということをお伝えしたくて動画を撮りました。はい、皆さんも、まあ、これまだ先のに発売のレンズですけども、予約した方はですねその辺もちょっとイメージしながら撮影を楽しみにしてもらうといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。